坂本龍馬は今から189年前の1835年11月15日に高知市に生まれ、33歳の誕生日に京都で暗殺されました。龍馬の生家があったといわれる高知市上町の記念碑前で毎年行われる誕生祭は今年で46回目。今日は雨の中、全国から多くの龍馬ファンが集まりました。かっこいいところ、かっこいい、龍馬みたいになりたい行動力とかね、すごいカリスマ性がありますよね。こう亡くなられてもう190年ぐらいになるのかな、まだこんだけ根強いね、まあスターじゃないですか、高知の。今日は浜田知事や桑名高知市長らおよそ50人が出席し、玉串を捧げました。龍馬さんの素晴らしいところ、それは地域の例えば幼稚園、小学校、中学校とかいろんな子どもたちがやっぱり龍馬さんのことを勉強していただいて、やっぱり龍馬さんのように素晴らしい人間になってもらいたいというのがね、我々の願いです。